はい、今回はですね、公認会計士の実務ということで、ガイダンスをね、させていただきたいと思います。担当はレックでカンサルン講師しております、草加と申します。よろしくお願いいたします。今日は公認会計士の実務というタイトルで、おそらくですね、勉強を始めようと思っている方、あるいは始めたばかりの方、あるいはね、勉強始めてもう時間が経った方であってもですね、一体何をやってるんだと、ね、会計士ってどんな業務があるんだということがね、わからない方多いと思いますので、すごく簡単に、そして代表的なところだけね、まあ15分から20分ぐらいかなで、簡単にね、説明していきたいと思います。はい。で、まずですね、会計士の実務ということで、私、会計士、税理士、公認不正検査士ね、草加と申します。はい。で、じゃあ早速ですけども、見ていくとですね、主な公認会計士の業務というところで、一体ね、何があるのかということで、まあ、大きくですよ、ものすごく大きくまとめたら5つぐらい、書いてみました。で、1つ目、監査証明業務と。で、監査人、まあ、会計士が最もね、中心的な業務として、やるのはこの監査証明業務ということで、会計士がね、監査人として監査を行うわけなんです。で、これは会計士の独占業務ですので、会計士以外はできない業務なんですね。で、これはですね、会社が毎年毎年ね、成績表を作るわけなんです。うちの会社こんな儲かったよとかね、こんなね、財産があるんだよということで、成績表を作るんですけども、自分で作った成績表なんですよ。ね、自分で作った成績表を、これが自分の成績だと言った時に、それ一般の人信用しますかって話なんですね。うちの会社こんなに儲かってるよ、ね、自分で自分のこと言っても本当というふうにみんな思うわけなんです。そこで会計士、監査人が、じゃあ本当にね、その成績表が間違ってるのか間違ってないのかということをチェックする。まさにこれが、監査なんですね。2個目の財務報告アドバイザリー業務というのは、まあ、3番目のコンサルティング業務に近いところではあるんですけども、具体的にはですね、例えば最近不祥事がありますよね、会計不祥事で、その時に財務諸表が間違ってたりするとですね、財務諸表をね、じゃあ合ってるのに直してよというね、依頼があるわけなんですよ。なので、財務諸表がね、間違ってるのを直すとかですね、あとはイファースって聞いたことありますかね。イファースっていうのは国際財務報告基準って言われていて、まあね、全世界でね、導入が進んでいますけれども、そういったね、日本の会計基準、つまり一般に公正妥当と認められる企業会計の基準っていうね、日本の会計基準ありますけれども、それをですね、イファースに組み替えてほしいなっていうようなね、依頼もあったりするわけなんです。そういったね、専門的な業務が2番目としてあります。3つ目、コンサルティング業務。まあ、これはですね、よくコンサルって話は聞くと思うんですが、これ後で見ていきますけども、例えばね、うちの会社の経営どうしたらいいのっていうような話とかですね、お金を銀行から借りたいんだけどどうしたらいいかなとかね、そういったことのアドバイスをするっていうこともありますね。あと4つ目としてですね、経理業務。これは一般の会社に入って経理をやると、ね、いうこと。これも会計士としてね、一つの道ですよね。で、5個目、独立開業ということで、まあ、これなんかね、目指されてる方も結構多いと思います。で、独立開業したとすると、やはりね、税務業務なんかをやられる方も多いですね。はい。で、まずこの中でですね、監査証明業務について、まあ、おそらく最初にね、身近に、皆さんが携わられるのが監査証明業務だと思うので、見ていきたいと思います。では、ね、で、まず監査証明業務を行うにあたって、基本的に皆さんは監査法人に入る方が多いと思います。ただ監査法人ってね、一体何なんだということで、まあ、ちょっとかなり砕けた内容ですけども、監査法人どんなところということで、簡単にね、見ていきたいと思います。
まずですね、自分の席がないということで、一般の事業会社で働かれたことがある方なんかはちょっとね、珍しいと思います。まあ、最近一般事業会社さんでも新しい会社さんとかね、自分の席がないといった会社もあるみたいですけども、監査法人はですね、基本的に自分の席がないところが多いですね。特に大手監査法人ではね、今日の気分で席に座るというね、感じでですね、非常にまあ私なんかはすごいね、いいなと思いました。で、まあこんなはいいんですけど、次ね、職場がすぐ変わるということで、これ何かというと、監査ってね、チームで動くんですね。で、しかも、まあ、年中同じ監査をしている、つまり同じ会社の監査チェックをしている場合もあるんですけども、まあ、いろんな会社のね、監査をするっていうことの場合も結構多いです。で、そうすると、今週はこのメンバーと一緒に仕事をする。来週は別のメンバーと仕事をする。再来週はまた別のメンバーと仕事をするっていうことが結構多いんですよ。だから、なんていうかな、気分転換になるというかね、同じところにずっといなきゃいけないっていうことでもないので、その意味ではね、すごく、リフレッシュしていいですね。まあ、そんなあんまいい話じゃないかもしれないですけど、ね、合う合わないっていうのもね、あると思いますから、たとえ合わない、チームであったとしても、自分があんまりここのチーム嫌だなと思うチームであったとしても、1週間したらまたね、別のチームに行けるということもあってですね、職場がすぐ変わるという言い方をしてますけども、いろんなところを経験できる。で、そうなんです、逆に言えば、いろんなところを経験できましてね、いろんな会社さんを監査することができます。ですから、会社ごとにいろんな経理方法だったり、人事の方針だったり、いろいろ違います、ね、お給料体系ももちろん違います。なので、今後例えば独立開業されるとかね、いろいろ考えられている方も、いろんな会社でいろんな状況を経験できるというのが、やはりね、監査法人のメリットだと思いますので、この先いろいろ考えている方も、まずね、最初監査法人に行かれるっていうのはね、非常にいいと思いますね。次、休みは取れるのということですが、忙しい時期はなかなか取れないっていうのが正直なところですね。特に上場会社の監査をしている場合に、よく聞くと思うんですけども、ゴールデンウィークはね、これは休めない可能性が高いです。その代わり、まあそうですね、8月後半とかね、9月とか、あるいは6月の末かとかね、そういったところでは比較的長期で休みが取れますし、特にね、男性でも育休なんて取るの結構ね、普通になってきてるんですよ、ね、なので、いい意味で男女平等な職場ですし、休みも忙しい時は取れないけど、まとまってね、忙しくなくなった時期に取れると、まあ今はですね、四半期レビューとかね、内部統制監査なんていう制度があるので、ちょっとね、昔よりは休み取るのは厳しくなってる面もあるんですが、それでもね、2、3週間休みを取って海外旅行行くんだっていう方はね、いっぱいいますんで、特にそういった面は心配しなくていいし、育休だって男性でね、取るってこともあると。で、まあゴールデンウィーク休めなくたってね、どうせなんていうかな、どこ行っても混んでますし、高いですしね、それはね、むしろプラスに捉えていただいて、むしろ他の日の平日休めるんだというところがね、むしろメリットかなと思います。で、まあ男女平等って言いましたけど、これ本当に平等でですね、例えば子供生まれてね、産休で復帰した女性なんかも、もう別に何の、なんていうかな、差別もなく、あるいは男性で育休取ったからって何の差別もなく職場復帰というかね、職場でまた通常通り業務を続けられるというところが、もう非常にメリットだと思いますね。まあ男女差別があるとすれば、男性だけ終電よりもちょっと仕事してねと、女性だけ終電で帰っていいですよなんていうぐらいのね、ことはあるかもしれないですけども、その程度ですよね。なので、はっきり言ってですね、平等ないい職場だと思いますね。はい。で、監査業務だけじゃないということですが、これはちょっと今前のページでもね、やりましたけれども、監査だけじゃなくて、監査というのは先ほど言いましたが、人のね、作った財務諸表、まあ成績表ですよ、成績表をチェックすると
いうことなんですけども、そうじゃなくて財務諸表を作る、つまり成績表を作るというようなこともねありますので、まあそういった意味で監査法人では監査業務だけじゃないんだとね、いうことです。はい。でまあちょっとね、まあ短い時間でということでね、やりますけど、ちょっとこれ見えないかな、次はね代表的な監査業務について見ていきましょうということで、まあものすごく伝統的な監査って一体何なんだということで、伝統的な代表的な監査業務見ていきますよ。はい。ですね、これは現金実査というところでね、これはですね、まあ伝統的代表的な監査手続きで、現金を実際に監査人が数えるという作業をやります、ね、会社の成績表にはうちの会社に現金こんだけあるよということをね、書いてあるわけなんですね。で監査人は現金本当にそんだけあるのと、例えば現金3000万書いてあったら本当に3000万あるの、嘘ついてないよねっていうことで現金を数えるんですね。でまあその通り、会社そのまま書いてますが、会社の金庫の中にある現金を数えます。もちろんですね、ものすごい会社の中にある設置された大きな倉庫の場合もあるし、このね画面上後ろに映ってる通り、手で持ち運べるような金庫の場合もあります。まあ最近はですね、あまり現金を会社の中で置いておく扱うっていう業種はそんなにね多くないですから、あってもね、数万数十万程度の現金がこういった画面に映ってるような手持ちの金庫にねある場合がまあ、多いですね。はい。ただたまにですね、本当に大量のお金を使う、現金を使う商売してる会社さんなんかは何千万とかねいう単位のお金が置いてあるわけですよ。これ結構ね迫力ありますよ。びっくりしますね。はい。であと会計士って別に お札をね数えるスキルを銀行の方みたいにお札を数えるというね、ことを別に、普段からトレーニングしてないですから、会計士なのにそんなお札数えるの遅いのなんて言われたりねすることもあるみたいですけど、まあそれはね会計士は別に数えるスピードが速いわけじゃないんですけど、ただね、そのぐらいこう大量に数える時なんかは結構時間かけてね数えたりしますね。はい。であとですね、まあちょっとこれ棚卸の立ち合いということで、後ろにこれ倉庫があるんですけども、これもですね伝統的な代表的な監査業務で、会社が在庫を数える場面に立ち会うんですね。つまり会社ってね1年間の成績を作るにあたって、例えばじゃあ本屋さんでも何でもいいです、ね、考えてみてください。ある一定の時点でうちの会社に本ちゃんと残ってるかな、在庫として残ってるかなということを会社の人がですね自分の会社の在庫ちゃんとあるかなって数えるわけなんです。その数えるのに皆さん会計士が立ち会ってですね、本当に会社の人ちゃんと数えてるのとかですね、あるいは会社に本当に在庫がちゃんとあるの、あるいは在庫ね生物だったりしたらこれ本当に売れるものなの、ね、商品がね、陳腐化してないかなとかですね、そういったことも一緒にね在庫を数える場面に立ち会って、それでですね監査人も一緒にチェックするということをしたりします。はい。で次はですね確認ということもやるんですね。これどういうことかというと、ちょっとこれ画面ね見てください。まずですねこれ会計士だとしてください。会計士がいます。でこの会社企業ですね、これは非監査会社だと思ってください。ここのねこれです、この左下は監査されている会社、非監査会社と言いますけども、監査されてる会社がいます。でこれどういうことかというと、ね、監査をしてますよと、会計士がこの会社を監査してますよという状況です。で右側にこれではデパートだと思ってください。デパートがあります。でこの監査されてる会社はデパートに対して何か物を売ってます、ね、デパートに何か卸してるんでしょうね。この会社はデパートに何か卸してます、販売してます。そうしたときに、じゃあこの監査している会社はデパートに物を売っているんだから、この監査している会社は物を売ってますよっていうことね、売上って言いますけども、売上をね成績表に書いてるわけなんです。でも監査人、会計士である皆さんは本当にこの会社が物を売ったのか
分かんないですよね。嘘ついてるかもしれない。このねピンク色の矢印で物を売りました、デパートに売ったよ、言ってるかもしれないけど、え、本当なのっていうのが監査です。その時にですね、じゃあ皆さん会計士はどうするかっていうと、これデパートに直接ですよ、本当にねこの会社、左下の会社は物を売ったんですか、つまりデパートさん、あなたは物を買いましたか、ね、この左下の会社から物を買いましたかっていうことを会計士が直接聞くわけです。そうするとね、デパートは直接監査人に、はい買いましたよ、こう言ってくれればですね、あ、この左下の監査されてる会社が物を売ったっていうことはね、本当に買いましたかって聞いたら買いましたよっていうことなので、あ、この会社の物を売ったっていうことは正しいんだなということがわかる。このね、本当に買いましたか、買いましたよ、これを聞く作業が、これが確認というんです。ちょっと難しいかもしれないですけども、こういったことをですね会計士は実際にやるわけなんですね。はい。で、これですね、まあ今のが監査証明業務だったわけです。で、次に財務報告アドバイザリー業務とかコンサルティング業務とか経理業務、まあ、一般事業会社等でやる経理業務なんていうのを、まあ、ちょっとここにね挙げておきました。最初のね2ページ目でも見たんですけども、このまず財務報告アドバイザリー業務っていうのは訂正報告書作成業務なんて言ってですね、何か不正が起こった時に、じゃあ架空のね売上が何十億あったというであれば、架空の売上をね修正してですね、正しい決算書にしてあげるというのがあったり、丸二番 IFRS ね、これ国際財務報告基準、国際的な会計基準に財務諸表、まあ、成績表を直してあげるというような、作業をね、こういったことをしてあげることもあります。あとその下コンサルティング業務ということで経営計画をね作成してあげると、こういうふうにね、売上を上げて儲けていくんだというような計画を作ってあげたり、丸2番でね資金調達支援ということで、通常ね会社はある程度借金してそれでね設備投資をしたりして、それで会社でね業務を進めていくということが多いですから、そのためにですね、じゃあ銀行さんにお金をね、貸してもらわなきゃいけないという時に、銀行さん等にですねお金を貸してもらえるようにですね会計士がちょっとねアドバイスをしてあげるというようなこともありますね。はい。あと丸3番として、まあ、ちょっとコンサルティング業務の中に入れてしまいましたが、株価算定業務といってですね、皆さんが、株というとね上場している会社の株で株価がいくらだっていうことで新聞に載っているような、ね、ことを思い浮かべるかもしれないですけども、株式を株を一般の市場で売っていないような、ね、非公開企業といいますけども、株式を公開していない世の中一般に売っていない場合の会社、その会社の株の値段っていくらなのということをですね会計士が算定してあげたりするというような業務も実はあるんですよね。その下経理業務として大規模上場企業の経理、これはですね結構ね私の知人でもいますけどね、いろんなところ、例えばね、面白いところだとテレビ局の経理とかね、まあそういったようなところでね、入ってですね会計監査の知識を駆使してですね、むしろ会社の経理業務をやるということも十分にありますね。結構最近多いですよね。あとはですね CFO ですよ、 CFO で、これは会社のね、まあ、要は経理財務責任者としてまあコントロールする立場ね、まあ、これは中小とかでベンチャー企業とか多いですけども、そういったところのね CFO として入って、もうまとめ上げるというようなこともね、十分に、ありますね。だこういった進路がいろいろあるわけなんですよ。でさらに次いきますよ。ちょっとこれね私後ろに行きますけども、はい、独立開業税務業務ね、これなんかはね私もですね実際やってます。私なんかはやはりね独立開業をやはりですねまあしたかったということもあってですね会計士を取ったということがありますね。でまずですね税務申告業務、これ独立開業するとできるということになりますが、まあ厳密に言うとこれは
会計士だけの資格では税務申告はできません、ね、税務申告は税理士の独占業務なので税理士登録をする必要があります。ただね、あの会計士試験に受かって修了考査っていうのを3年間実務経験を積んだ後に修了考査っていうのを合格してね、すればですね、基本的に税理士に登録することができます、ね、そうするとこの税務申告ができますね、はい、でこれ会社や個人事業主さんのね税金の計算をしてですね、あとはあの税務申告といって、国にですね、あるいは地方団体に、税金がいくらかかりますよということをですね申告してあげるお手伝いをするということをやってあげますね。あのこれもですね、あの本当にいろいろ幅広くてですね、でもあの会社さんとか個人で事業をやってる人がいる限りその数だけ税金の申告をしなきゃいけませんので、はっきり言ってね、いろんなお客さんがいるわけですよ。街でねお店をやられてる方や、あるいはね、インターネットでね何か物を売ってる方とかですね、いろんな方がいて、もういろんな商売、あこんな商売あったんだということでね知ることができる。ただあの監査と違うのはね、監査はざっくり言うと重要な間違いとかを見つければいいんですよ。だから重要な間違いじゃない間違いはどうでもいいんですね、監査はね。その代わりこの税務申告っていうのは税金ですからね、1円でも安くね節税してあげる、まあ、してあげるというかね節税の方法をですね あればそれをですね、まあ、伝達するということもあって1円単位でねしっかりと税務申告をしてあげるということで、ちょっとね向き不向きがあるかもしれないですけどね。そしてその下ね、決算書作成とか記帳代行といって会社や個人事業主の方のもう会計帳簿とかね決算書を作る、この手伝いをしてあげると、いろんな会社さんねありますから、決算書とかね、帳簿は自分で作るから税務申告だけしてほしいっていう会社さんもあるけれども、決算書とかもまだうちの会社は作れないからね作ってよという依頼があることもあります。なので、これは別に会計士、ね、税理士じゃなくてもできる、決算書作成とか記帳代行ってこともあります。あとは会社設立のお手伝いね、これなんかをすることもありますね。会社を作るときにはですね、例えば定款も作らなきゃいけないし、定款ね、作るし、あとは会社をね作りますよっていうことを法務局なんかに届けなきゃいけないわけなんですね。でこういったところをですね、お手伝いするんですけど、なぜこれがね会計士できるかっていうと、会計の知識はもちろん会計士ですからありますよね。で税金も試験科目にあるので税金の知識もある。しかも会計士のですね試験科目には企業法といってね、会社法とか金融商品取引法っていう法律をメインで勉強するんです、ね、会計分かって税金分かって会社法分かってね、そういう人ってなかなかいないんですよ。でそういう人がこそがねまさに会社設立関連のことなんていうのは手伝うことができますから、まあ、アドバイスすることはねしてあげることは十分に可能ですよね。あとはですね、社外役員への就任なんてことも結構ありますね。独立した会計士でね、結構社外の監査役だったり社外の取締役になるということもね結構ありますし、ありますと。で一番下、監査法人でパートと書いてありますが、これはですね、要は非常勤で監査をするっていうことなんですね。で結構ですね、これ年間何日とかいう形で大手あるいは中小の監査法人に監査をしに行くと。でこれなんかはですね、もうね独立した会計士はよくやってますし、あとね、例えば主婦なんかでね、会計資格持って、で今ちょっと主婦やってるという方はね、何日かちょっとね、監査法人でパートして、稼ごうというふうなねこともできますし、なのでものすごく柔軟な働き方ができるんだと、ねいうことなんですね。何も正社員にならなくても、監査法人でね、何日間
あるいは何時から何時までということでね、パートすることもできますよと、こういったね、いろんな業務ができるわけなんですね。はい。なので、会計士のね、実務として、これ会計士は幅広い将来性がありますよと、ね、いうことなんです。もう今書いたのはほんのごく一部というかね、まあ、代表的なところで、まあ、監査をするとかね、コンサルティング業務をするとかですね、あとは、まあ、独立開業するなんていうねことがありましたけども、それ以外にもね、いろいろ道はありますね。なのでものすごく幅広い将来性があるし、でちょっと最近 AI に取って代わられるとか言ってますけど、まあAI に任せた方がいい部分も正直あると思いますよ。ね、もう単純作業とかね、ある程度ね確率的な判断をするところは AI に任せた方がむしろ効率的になることもあるけど、それはねそれとして、その任せる部分は任せるけれども、やはりね会計士じゃなきゃできないってことにむしろね時間を注げるようになるわけですから、決してねそんな AI なんかね気にすることなくですね、会計士じゃなきゃできないことにより時間を割けるんだということで、そこは気にせずですね、幅広い将来性があるんだと、ね、いうことですよね。だって何してたってね、そんなこと言ったら何だって AI のリスクはあるでしょうしね、そういった意味でそこら辺はですね、そんなに気にせずにね、考えられるといいと思います。で、そういった意味でですね、受験を検討されている方はぜひね、ご相談いただければと思います、ね。特にね何らかの実務的なこと、こういったことをやりたいんだけど会計士でできるのとかですね、まあここでね短い時間の中でですから説明しきれないこともありますので、ぜひですね、このね、レックにね足をお運びいただいてですね、相談をしていただければと思います。はい。まあちょっとねこれでももう30分近くなってしまいました。はい。会計士の実務ということでね、ガイダンスをねやらせていただきましたけれども、またね、会計士目指そうという方はねぜひね、今チャンスですから頑張っていただきたいと思います。はい。まあ監査論のね講義でねお会いできることをね、楽しみにしています。はい。では、これで会計士の実務ということでね、終わりにしたいと思います。後ろちょっと見えないですけども、ご清聴ありがとうございました。